こんにちは、ハトポッポです。購入後長らく放置していたドライブレコーダーを取り付けます。配線方法の参考になれば幸いです。アキーヨバイクドライブレコーダー AKY の 300W 型番という安い中華の製品を購入しました。 AKEEYO と書いてアキーヨと呼ぶそうです。 Amazon で 12,980 円でした。内容物の確認です。録画機能付きモニター本体4インチなのでかなりでかい印象です。前後のカメラと電源取り出し用のケーブルおよびカメラの延長ケーブルです。各ケーブルの接続部分は色分けされているので接続時に間違うことはないでしょう。電源の取り出しケーブルには多少加工が必要なのでこのような工具をあらかじめ用意しておいてください。自分は自動車に乗っていた時の DIY 用に持っていたものをそのまま使っています。エーモンのターミナルセット電光ペンチ付き、ちなみに Amazon で1021円です。 ACC 電源分岐用の配線コネクターも在庫しているものをそのまま利用しました。これもエーモン製で Amazon で198円です。 ACC 電源とはアクセサリー電源の意味でメインスイッチオンの時のみ電源が流れます。最後に付属の 32GB マイクロ SD カード、ネタックというメーカーですが初めて見ました。品質は未知数です。それでは配線作業です。まずフロントシートを外します。シートの端をめくるとボルトが2本あります。これを六角レンチで外します。すると簡単に外れます。次に左サイドカウルを外します。このカウルを外すとカメラ類の配線作業が楽になります。まず表面に見えているボルトを外します。このボルトのメスネジ側はゴム素材で外すのは簡単ですが取り付けるときに苦労しますのでよく構造を見ておいてください。次はここのプラスチック製クラップピンです。プラスドライバーで中央の部分を押してあげれば簡単に取れます。このクリップピンはいかにも脆そうなので破損に注意が必要です。燃料タンクにある爪2箇所で固定されている部分を破壊しないように右方向へ少しずらしつつ引き抜きます。電源系ケーブルの接続に取り掛かります。バッテリーケーブルとアースケーブルの先端にクワガタ端子をつけます。ボルト類にかませるときに必要です。バッテリーケーブルはバッテリーのプラス端子へ取り付けます。アースケーブルはバイク本体の金属部分へ取り付けます。今回はシートを留めていたボルト部分に取り付けました。 ACC ケーブルはホーンにつながるケーブルで分岐させました。分岐用の配線コネクターで接続します。分岐方法はいろいろあるのでこれが正解というわけではありません。他の諸先輩方のブログ動画などを参考にしてください。リアカメラを取り付けます。この位置に両面テープで固定しました。フロントはこの部分です。標準で付いている両面テープは粘着力に難ありなので一度剥がしてから 3M の強力両面テープで貼り直しました。カメラは取り付け位置によっては画像が逆さまになるのでカメラ本体のネジを緩めてステーを回転させて調節してください。モニター付き本体をマウント部分に取り付けます。ケーブル類が多くてゴテゴテしてますね。接続部分はビニールテープでぐるぐる巻きにして雨対策します。シート下の配線もビニールテープでぐるぐる巻きにします。カウルとシートを元に戻します。完成です。意外と忘れがちなカメラの保護フィルムを取りましょう。イグニッションオン。昼間は眩しくてモニターがよく見えませんね。モニターに表示される映像は本体横のスイッチでフロント表示、リア表示、同時表示などいろいろ設定ができます。自分はリアのみ表示させてリアモニター代わりに利用しようと思っています。実際の録画した動画のインプレッションは次回お送りします。